皆さんこんにちは。本日はがっちりしたボディが特徴の台湾オオクワガタをご紹介いたします。生息地は台湾です。産地は桃園県、南投県などが有名です。国産オオクワガタに似ていますが、台湾オオクワガタの方が体型が太くがっちりしていて、大顎は短めで大きく湾曲しているのが特徴です。標準サイズはオスで65mm、メスで 35mm、 ビークアシークレコードは 84.3mm です。価格は5000円から1万5000円くらいで、管理温度は23度前後です。寿命は2から3年くらいで、成虫になって産卵できるまでは6から8ヶ月かかります。産卵方法は産卵剤です。産卵剤は皮を剥き、加水後発酵マットの上に転がしてセットします。飼育難易度は優しいです。幼虫は菌種瓶、発酵マット、どちらでも飼育可能ですが、菌種瓶がおすすめです。23度で管理を行った場合、幼虫飼育期間の目安は10から12ヶ月です。詳しい飼育方法についてはこの動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。国産オオクワガタと飼育方法は同じです。現在は保護種となっておりますので、野外品が入荷してくることはありません。現在流通している個体は国内でブリードしたものになります。皆さんもぜひ飼育にチャレンジしてみてください。バイバーイ。